はい、こんにちは。ベンマックス TV のベンマックスです。今日、イルカクジラモデルのですね、フロックマンが、高島屋さんの方から届きましたんで、ちょっと開封していきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。一応途中まで開いたんですけれども、さすが高島屋さんですね。このように梱包がしっかりとされてますね。はい、ビニールが入って中に領収書がね入ってました。52,800円、結構高いですね。では中身を早速開封していきましょう。出ましたね。こんな感じの箱に入ってます。フロックマンって書いてありますね。さあどんな感じでしょう。私も今初めて開けます。あ、これが保証書ですね。これが取説で、これがなんか今回ついてるなんか25周年、イルクジの25周年ということで、こっちは英語ですけども、こっちは日本語でね、少し引いてみましょうか。イルカクジラが大好きだから、彼らが暮らす海の自然を大切にしたいとかですね。なんかいっぱい書いてありますね。アイサーチジャパン、イルカクジラ国際イルカクジラ教育リサーチセンターの、Eメールまで書いてあります。サポートメンバー募集ってありますね。今回イルカクジラモデルはね、25周年記念ということで、2019、はい、開けます。こんな感じになってますね。お、プライスタグがついてますね。うわー、綺麗だー。あー、これは綺麗だな。いやー、これは久しぶりに綺麗なフロックマン見るな。この青がね、この、こういうなんて言いましたっけね、 IPS 処理って思いましたっけね、なんか上からまあメッキと言いますか、なんかこうステンレスにメッキみたいなのをしてあるんですよね。それで青くなってるわけですね。でダイバーズ 200m って、なんか昔の WCCS のフロックマンの感じに見えますね。青ってやっぱいいですね。
ベルトにも、ちょっと見えにくいですかね。見えるな。クジラいっぱいいますよね。どうです、見えますか。クジラがいっぱい泳いでる、いいですね。これ今回のね、これはタイドグラフは今日本は引き潮ってことなのかな。もう本当に、いや、火の打ち所がないですねこれは。綺麗だな、横まで全部こう青いメッキで仕上げてあるんですね。で、裏蓋はこれはそのままステンレスですけれども、まだちょっとシール剥がしてないんですけれども、カシオさん、こっちですね。これがジャパン、ここにジャパンって書いてありますね。日本製、やっぱりお金を払った分だけちゃんと安心した分が返ってきますね。ユカクジラモデル、 Love the sea and the earth って書いてありますね。ここにちょっとこれシール剥がしてないんでね、ちょっとまだなんかこう後ろもちょっと汚らしく見えるかもしれないですけど、結構こうちゃんと鏡面仕上げで綺麗に仕上がってます。尾状は銀色ですね。で、これが、これも多分樹脂なんでしょうね。ここにね、金属置いちゃうとちょっと透明なのに変な感じになっちゃいますからね。目玉も金色で、ここにフロックマンって黄色のロゴで書いてありますね。ちょっと薄いですけれども、こんな感じですね。GF シリーズのものなんで、電波時計ではないんですけれども、昔の DW8200 によく似た、それを、太陽電池とですね、あとタイドグラフをつけて、ちょっと昔の8200と差別化をつけているっていう感じですね。潜水時間はこれをずっと押すと、これで3時48分に潜ったということになるんですかね。49分、これ2つ出てくるんですよね。これ僕、これ使い方わからないんですよ。ちょっとわかる方は教えてください。今19秒。これなんかね、あれですよね。なんか、あれ。すいません、忘れました。就業時間とかにね、使えそうですよね。これで8時間測って、何時から何時に、やったっていう風に見ることもできるっていう感じもしないでもないですよね。で、これでリセットですか。これ長押して、また戻るのかな。戻りましたね。今のログののが記録されてるんですね。で、ここでじゃあ完全にリセットかな。クリアってありますね。これで完全にリセットなんですね。タイド、6月9日の6時って書いてありますね。これ6時の時間のタイドグラフなんですかね。引き潮みたいな感じになってますけども、
で、これが得意のいろんな国のね、時間が出てくるという形になってますね。で、次がアラーム。まあ、アラームも3本か4本ありましたよね。4本ありますね。スヌーズで、あと、アラーム4本あると便利ですよね。あと、ストップウォッチですね。これが逆三と山ですね。こういう形になってますね。いやー、かっこいい。これから夏にぴったりじゃないですか、これ。これしてね、沖縄でも行きたいですね。まあ、ちょっと沖縄ってそんな金ないですけども、いいですね。箱も、でもこれ、帯タグがなかったんですね。一応全部つけてくださいって頼んだんですけど、まあまあ、プライスタグがついてるだけ、いいですね。あとですね、私、G-SHOCKのですね、25周年記念の時に出た威力寺持ってるんですよ。で、これ多分黄ばんじゃうじゃないですか。で、ちょっと比較してみたいと思いますね。で、ちょっと出してみます。ですね、これが、G-SHOCKが25周年の時に出た、記念モデルで、で、私 6900K っていうのを買ったんですね。 DW6900K っていうの、これがですね、ほとんど外に出してないんで、いやいや黄ばんでますけど、そんなにひどくないですよね。10年ぐらい経ってるんですけど、ほとんど黄ばんでなくて、ずっと箱の中に保存しておきましたので、そうなんですよ。全然焼けてないんですよ。で、押すとクジラが出まして、ね。その時、そうなんです。これ、フロックマンとこれが出たんですね。で、ドーンブラックっていうフロックマンが出た時にこれが出てたんで、僕はこっちを選んで、そうなんです。25周年の時はこっちを選びました。で、ライト、そういえばこっちライトつけてないですね。ちょっと電気消して。ライトをつけると、おー、出ますね。ああ、クジラくんが出るね。出ますね。これも G-SHOCK の楽しみの一つですよね。じゃあこれで私は夏、近くの海行って楽しみたいと思います。ちょっと G-SHOCK ライフをね、楽しみたいと思います。これステンレスなんで、チタンじゃないんで、海につけたらすぐ洗わないと錆びちゃいますね。でもメッキがしてあるから錆びないか。でもこういうボタンの隙間とかね、こういうのが意外と錆びやすいんで、まあやっぱり洗うことにします。こういうものを買いました。皆さんちょっとこれ見て、もしよかったら買ってみてください。でも今ヤフオクとかだとプレネついてますけど、でもそんなに高いとは思わない。昔みたいにね、バカみたいな高い値段ついてないんで、でこれ自体もね、高いですよね。4万8千ですからね、プラス税ですから、高いですね。高いけどやっぱりそれなりに綺麗なんで、メイドインジャパンですし、
まあ、欲しいなって迷ってる方いらっしゃったら、私が背中を押してあげますので、はい、そういうことで今日の動画を終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。